本当にやりたいなら諦めるな。沖縄の小さな町の弁当屋、彼は若者たちのために音楽スタジオを作った。このスタジオと機材自由に使っていい。ただし条件がある。目を覚ませば。おい、おはようございます、またはこんにちはだろ。どうしてそこまでするの、他人のために。昔はいろんな人が助けてくれた。今の若い連中にはそれがないわけよ。なんかさ、ニーニーってお父さんみたい。ニーニー、あなた。ガンが再発しています。考えて。もうあいつらの夢が俺の夢ではあるんだ。途中で放り出すなんてできない。夢なんて見たことなかった。でもニーニーがあのスタジオ作ってくれたから。俺は諦めないから。お前らも諦めるな。今だから言えるよ、心から伝え。天国からのエール。